何が起きとる。あの煙は何なんや。ロケ、都市から爆発が起きて。何やと。まさかフィンラが攻め込んだ拠点からか。違うっす。ラオ、拠点だけじゃないっす。被害は5人やられた。よくもあの方の所有物を。おい待て、この爆発いつまで続いてやがる。まさか。負傷者はリベリアのマジックサークルまで移動。治療を済ませろ。部隊を再編する。急げ。お主が敵の装備に気づいとらんかったら一人二人失ってたな。だがね、これは。ああ、町の様子がおかしい。そういうことがバレった。この拠点に仕掛けられていたのは罠じゃない、のろしだ。狙いは僕たちじゃない。敵の標的は。皆さん、舞台の幕開けです。あるいは平和という名のカーテンコン、もしくは我が主審ならオープニングセレモニーというやもしれない。歌いましょう、踊りましょう、凄惨な歌劇を。私も存分に楽しませてもらいますとも。酔いしれることしかできないこの血の宴を。第6区画から救援要請。イビルスの無差別攻撃に遭っています。その他第1、第2、第4区画も敵勢と衝突。被害が爆発的に拡大中。全容把握しきれません。なんだ、何が起きている。これではまるで戦争ではないか。栄光あるオラリオでそんな言葉。まさか。さあ宴の始まりだ。いい声で泣け、そして死ね。やめてくれ。死ね、うちの罪人ども。消え去れオラリオ。死ね、世界を救ってよ。我が命を持って怪人に来た。お前は。ああ、やれ、オラリオに真の絶望をもたらすのだ。はっ。いいコーラスじゃねえか。最高だ。ずっとこれがやりたかったんだ。一人たりとも逃がすかよ。民衆も冒険者も神々さえも全員皆殺しだ。これは私たちとてめえら大抗争だからな。こっちへ。
急げ、都市の中央なら。今私たちがグズでいることは許されない。しかしでもだって こんなことあっていいはずがない。こんな地獄絵図が。現実から目をそらすな、タワケ。絶望の虜になるな、アオニサイ。考えるな、動け、戦え。一人でも多くの命を救え。これ以上アーディの二の前を増やすな。敵の数が多すぎる。どこからでも湧いてきやがる。指揮系統が麻痺してる。市民を守ればいいの？敵を迎え撃てばいいの？知るかよ、知らねえよ。どうすればいいんだよこんなの。落ち着きなさい。あなたたちの動揺は守るべき者たちにも伝播する。あんたはアストレアファミリアの。市民の避難は全て都市中央に。晩年を俯瞰できる者たちは必ずそこに集結する。あなたたちはどうかここで力なき者たちのための盾に。私の名をもって星の看護を与えます。どうか耐えて。はい。アストレア、無茶をするな。神が護衛もつけず子供たちの鼓舞なんて、体を張りすぎだぜ。あら、ヘルメス。高いところから一人状況を見渡しているかと思ったのに。そういうあなたは、どうしてここにいるの？俺は女性の味方でね。ましてや麗しい女神の損失なんて耐えられそうもない。ゼウスにも負け犬呼ばわりされてしまうぜ。あとはそうだな、俺もガネーシャの真似事をしてみたくなったのさ。それならば私と同じ。少しでも子供たちの背中を押し命を救う。ヘルメス、エスコートを頼める？勘弁してくれ。あなたとの逢瀬は夢見ていたが、こんなデートはあんまりだ。あいにく俺の子も総動員してる。はっきり言って手が足りない。霊能の神二人が火の手に巻き込まれたって、誰も気づきやしない。そうね。あなたの言う通りよ、ヘルメス。けれど、私は常々思うわ。神々は、下界で子供たちを見守ることしかできない。けれど、挺身して、光の道筋を示すことくらいは、許されると。子供の成長を願うというのなら、親の背中を見せるのも一つの方法でしょ？だから、行きましょう。ああ、まったく。ちっとも似ていないのに、あなたはアルテミスと同じおてんばだよ、アストレア。冒険者の主戦力を三つの拠点に集め、これ以上のないタイミングで一斉放棄。戦力不十分。確定されていた御殿。都市全域に仕掛けられていた罠なんて、止められるはずがないわ。失礼します。無礼をお許しください。イビルスの破壊行為、止まりません。都市の混乱も、収拾がつかず、どうかご決意を。バベルを防衛。いいえ、
セントラルパークに兵を布陣させなさい。ロキの子たちも来るわ。ロキ、ダメだ。被害を食い止められない。相手をいくら倒しても自爆されて差し違えられる。走り回る生きた爆弾、最悪や。手段を選ばん言うても限度があるやろうが。しかしこれ以上ないバカげた戦況やっちゅうのに、まだ嫌な予感がする。こんな窮地さえ前座に過ぎんような。ロキ、フィン、来たか。リベリアとガレスは部隊の半数を預けて南の迎撃に向かわせた。避難民の誘導はどうなってる？できる限り呼びかけてこのセントラルパークに集めてる。ホームから連れてきたラウルたち、あとはフレイヤの子もおるで。助かる。広場の周囲に沿って防衛線を築く。ギルド本部とここが砦だ。指揮は僕が取る。団長、各方面敵の攻撃が激化する一方です。セントラルパークにもイビルスが迫ってきて。敵の爆撃に惑わされるな。戦力ではこちらの方が上だ。避難民の誘導と並行して自爆兵の対応を徹底。魔法および魔剣で攻撃すれば敵の火炎石に引火して自滅する。爆破に巻き込まれないよう常に距離を置いて戦え。了解。狙撃手段のない冒険者は敵の足を狙え。武器でも瓦礫でも何でもいい、投げつけろ。行け。このセントラルパークが最終防衛線だ。力なき者たちを守れ。都市の北部にはフレイヤファミリアの予備隊第一級冒険者たちが布陣している。ギルド本部および工業区の防衛は全て任せる。援軍は送らない。もしもの時はヒルドスレイブの命令を仰げ。北の指揮の全権を彼に預ける。団長、こちらの指示を見越していたかのようにヒルドスレイブから伝令。こちらに負担を全て押し付けるな。高顔無知のバルームが死ねえだそうです。超怒り狂ってます。そうか、僕も死ぬ気で頑張るから貴殿の健闘を祈ると激励を送ってくれ。死んだかも。都市南方の攻勢が激しい。イシュタル派のバーベラ、椿も向かわせろ。南から南西にかけて戦力を集中させる。ビーザルんとこにも息のいいウェアウルフがおるらしい。そっちも派遣させるにゃ。こちらの被害はすでに甚大が、立て直せる。第一級冒険者を中心に展開すれば飛騨の戦力差ならば覆せる。ここはオラリオだ。都市全土を巻き込もうと総力戦になれば叶う勢力は存在しない。イビリスもそれは分かっているはず。指のうずきは強くなる一方、ここから一体何を仕掛けてくる。団長、南西で持ちこたえたファミリアが壊滅、上級冒険者が全員やられたっす。バレったか。違います。大剣を持った戦士と女の魔導士に一瞬でたった二人にやられたっす。足が、俺の足が。脆いな、弱すぎる。いつから冒険者は腐った果実と化した。撫でただけだぞ。食らってすらいない。どこまで俺を失望させる、オラリオ。お前はいいぞ、風のように速いが、そよ風のごとく軽すぎる。
けるんじゃねえ。何をしやがった。だから撫でただけだ。いちいち驚くな。冒険者ならばさっさと道を基地に変えろ。でなければその首跳ねて俺が食らい尽くすぞ。お前は、ああ、ようやく知った顔を見つけたな。となると、その猫はお前の後進か。アレン、フレイヤ様の元へ行け。あの方をお守りしろ。ああ、何をほざいてやがるオッタル。この鎧野郎は俺が引き潰す。てめえこそ邪魔するんじゃ。聞け。俺をわずかでも団長と認めているなら言ってくれ。俺のためではなく女神のために泥を飲んでくれ。変わらんな、その女神至上主義。まだ父離れができていないのか、クソガキ。バカな。なぜ、お前がここにいる。ザルド。何をしている？忌むべき雑音。だが二度と聞くことのない旋律。それに耳を傾けている。私なりの拝聴にして黙祷だ。いくら煩わしくとも、いざ失われるとなれば惜しむ。それが人だろ？貴様の所業は人のそれではない。貴様の足元に広がっているもの。それは何だ？ガラクタ。もういい、消えろ。己の命をもってその非道を償え。産家、三度の源頭、我が名はアールブ、ヴィン・フィンブルベトル。アタラクシア総裁？いや、向こうか。ゴスペル。相変わらずやかましい連中だ。8年前から何も変わっていないと見える。この魔法の味、まさか。その唯一の異能、貴様は。静寂のアルフィア。新時代以降、眷属の中で最も才能に愛された女。才能の権化にして最下の怪物。生きていたのか、ヘラファミリア。俺がなぜここにいるかだと。ゼウスが消えたならば、相応の戦場を求めるまで。それで納得できないか。ベヒーモスの戦いから一線を退き、死んだとまで噂されていたお前が、なぜ今になって。亡霊に見えるか。足はついているぞ。それとも悪夢に食い散らされるのが所望か。なら剣を構える。
一口で頭をかじるのも味気ない。せいぜい咀嚼して俺の血肉としてやる。わからん。何がだ。俺には学がない。しかしそれを差し引いてもわからない。かつては流星を極め都市を守ってきたお前がなぜ今イビリスにつきオラリオを脅かすのか。その矛盾は一体何だ。おいおい、俺はもう剣を構えているぞ。にもかかわらず相対した敵の動機を知らなければ戦えないか。なんたる惰弱、なんたる脆弱。派閥は違えど、お前の泥臭さを俺は評価していた。見込み違いだったか。まあいい、ついでに語ってやろう。俺の矛盾とは今のお前に抱いたよ。すべて失望の延長だ。都市を襲う理由が失望？何を言っている。何に失望しているというのだ貴様は。すべてに対して、そしてその中にはオラリオも含まれる。それだけのことだ。ふざけるな。貴様がいくら強大であろうと、落胆一つで都市を破壊する道理などあるものか。さえずるなよ小娘。ここは雑音が多すぎる。ならば間引くしかあるまい。ゼウスとヘラの増長を許し、この写し世に甘い夢を見せた。なら眷属たる俺たちに一旦の責任はあるだろう。だから潰す。新時代はもう終わる。私たちが終わらせてやる。故に果てろ冒険者。すべてを静寂に返してやる。途絶えろ。アルフィアが始めた。俺たちもやるぞ。女に先を越されたまま男など名乗れまい。アルフィア、ヘラファミリアまで。お前もつくづく運がないな、フレイヤのクソガキ。こうしてまた俺に倒される。タケロ来い。俺に食われたくなければ。ホッタル、おっとる。おい、ふざけるな。何のつもりだ。寝てるんじゃねえ。おっとる、何してやがる。さっさと立ち上がれ。
やったぞ、王者が倒れたぞ。かつてのゼウスの眷属にして、今はイビルスの始祖ザルドが最強の冒険者を討ち取った。例えるのだ、どうしよう。ザルド、ザルド、ザルド、ザルド。王者がやられた。バカな。しかもゼウスファミリアだと。たあいない。ナインヘル、エルガルムまで。第一級冒険者が落ちた。都市の最強戦力がこうもあっけなく。これで総力戦の前提は覆ったぞ、フィール。もうてめえらはおしまいだ。さあ、ショーの本番だ。ああ、邪悪を開こう。この程度か。期待しすぎたな。立ち上がれないのならそれまでだ。終われ。ち、逃げたか。まあいい。また屈辱の泥でも噛みしめろ、クソガキ。構いはしない。どうせ誰も逃げられない。あの神のシナリオからは決して。報告、都市南西方面の味方が、冒険者が全滅しました。全滅？全ての冒険者が？はい、撤退した者もいるようですが、今南西区画に立っている冒険者はいません。ロキ団長、リベリアさんとガレスさんが敗北したと知らせが。なんやと？二人は無事なんか？ペルセウスがお二人を回収したそうですが、重傷で、すぐに再起は不可能だと。そんな、リベリアさんとガレスさんが、負けた？敵の情報は？灰の髪の魔導士、妙霊の女、超短文詠唱を駆使し、桁違いな攻撃は愚か、魔法による砲撃も効かないそうです。灰髪の魔導士、さらに魔法の向こうか、アルフィアか。ゼウスのザルドだけでなく、ヘラの眷属まで。8年前から能力に変動がなかったとしても、どちらもレベル7。現状の戦力でもかなわない相手。戦況を掌握された。これが切り札か。イビルス、バレッタ。王者たちの敗北を受け、各ファミリアの士気が下がっています。南方を中心に敵の蹂躙を押し返せません。団長、せめて援軍をリベリアさんたちの元へ。ダメだ、僕たちはセントラルパークを、バベルを死守する。この戦いの中で敵の狙いは間違いなく防衛線より避難は放棄。残存勢力は都市中央に集結するよう号令を出せ。北のフレイヤファミリアとも連携を取る。最悪に違いない状況でなお親指はうずき続けている。これですらまだ前座に過ぎない。
何が来る？何がある？一体そこにいるのは。誰だ？このシナリオを書いた神は、イビルス禁制の都市破壊計画。バカを言うな。うまくいきすぎている。時期、塩梅、使用、あらゆるものが人知の範疇に収まらない。必ず裏で全てを画策した神がいる。そしてそれは今もなお私たちを嘲笑い、さらなる絶望に突き落とそうとしている。おぞましい邪悪の態度、まだ何かが待っている。アリーゼ、どうした？アストレア様が危ない。何？理由わかんない。でもカン、アストレア様に危険が迫ってる。探さなきゃ。待ってよアリーゼ。探すったってここを離れる余裕なんて。いや、いい。ネーズ、イスカ、マリュー、アリーゼと一緒に行け。ダイラ？うちのアホもフィンと同じで、虫の知らせを感じ取っちまうたちだ。もし本当にアストレア様に何かあれば、私たちはそこで終わる。こっちはガネーシャの連中と合流して、何とかしてやる。ごめんなさい、ヒライラ、任せたわ。もしくたばっちまったら、天界から唾を吐きまくってやるからな。ダメよ、死んじゃダメ。ボロボロになったって、私が許さない。団長命令、耐えて、そんで、生きて。早く行っちまえ、バーカ。アストレア様は前線に出て指示を出してる。接触した冒険者の情報をたどって探し出すわ。わかった。アストレア様。アストレア、止まれ。何かが来る。闇がうごめいた。都市を焼き、悲鳴を呼び起こす豪華でなお照らし出すことのできない暗黒の奥で、何かが震動した。うねり、歪み、ねじ曲がり、ギチギチと、ゲラゲラと、縛るように、笑うように、音を立てて、その漆黒の眼差しで、私たちの身を貫く。まるで肉を裂く牙を見せびらかすように、黒銀の光を携えながら、闇を這い出て、私たちのもとへ。アストレア様！アリーゼ？ご無事ですか？なんだかすごく寒くなって。アストレア様を探さなきゃって、私。我が身を顧みず挺身し続けた正義の女神、故に見つけるのに時間がかかってしまった。正義を司る君だけは真っ先に葬り、この地を闇に染めたかったんだが、コングラチュレーションス、アストレア。君自身の勇断と、そして眷属に感謝しろ。
そして見届けろ。生贄に選ばれなかった以上、これより始まる邪悪を、正義を司る君が、最後まで。あなたは、お前は、まさか。今のは、神？ヘルメス、追うわ。追って、確かめなくては。ダメだ、アストレア。今よせ、今は行くな。とてつもない何かが、この場所で起きようとしている。今すぐここを離れて。あれは？嘘やろ？あれは？光の柱、神の創刊。一つ。何だと？連続？二つ目？バカだ！まさか。三つ。主人のクソ野郎がやられちまった。恩恵がないと俺たちは。助けてくれ！絶対に冒険者が殺せるじゃねえか。最高だぜ神様。てめえがやっぱり最強だ。ショーの本番だぞ。オラリオ。五つ。神の恩恵を失った冒険者がイビルスに狙われて。止まりません。止まれない。ファミリアの殺戮が。バカな。ムーン。なんて鮮やかな血の宴。まるで童心に帰ったかのよう。
降伏する、降伏するから、だからやめて、やめてくれ。止まりませんよ、止められませんと。だってここに英雄はいない。私たちを止められる存在は、偉大なる英雄はすでに我々の元へ落ちたのだから。壮観だな。ああ、景色だけは。だが目を閉じれば、神もやはり雑音だ。始まるぞ、オラリアの崩壊が。7つ、8つ、9つ。生贄は終わった。さあ行こう。終わりだ、終わりだよ。もうオラリオは。ネーゼ、神々、一斉召喚。今日までのイビルスの襲撃は神々の居場所を把握するため。無差別と見せかけ、都市全域で事件を起こし、神召喚のポイントを全て洗い出していた。こんなことができるのは。聞け、オラリオ。聞け、ウラノス。時代が名乗りし暗黒の名のもと、下界の希望を積みに来た。約定は待たず、誓いは果たされず、この大地が結びし新時代の契約は、我が一存で握りつぶす。すべては神さえ見通せぬ最高の道、純然たる混沌を導くがため、傲慢、結構、暴悪、結構。諸君らの憎悪と怨嗟、大いに結構。それこそ邪悪にとっての至福、大いに怒り、大いに泣き、大いに我が傘下を受け入れろ。我が名はエレボス。原初の有名にして、地下世界の神なり。神、エレン、邪神、エレボス。冒険者は蹂躙された。より強大な力によって、神々が多くが帰った。耳障りな雑音となって、貴様らが虚勢をもって混沌を退けようというのなら、我らもまた、巨悪をもって秩序を壊す。告げてやろう。今の貴様らにふさわしき言葉を。脆き者よ。汝の名は、正義なり。
我らこそが絶対悪。その日、オラリオは最も長い夜を迎えた。破壊と慟哭、恐怖と絶望。町は燃え、血が流れ、数々の星が散った。後に、死の7日間と呼ばれる、オラリオ最大の悪夢の始まり。都市に深すぎる傷を与えたエレボスたちは、笑みを残し、去っていった。立ち尽くす子供たちと神々に背を向け、ゲームを楽しむように、あるいは、とっておきの終焉をもたらすために。その日、オラリオは最も長い夜を迎え、そして、暗い朝を迎えた。急げ！まだ助けられていない者がいる！魔導士の派遣を、誰かいないのですか！手伝って！まだ瓦礫の下に人がいる！バカ野郎！さっさとヒーラーを呼べ！ディアンケヒトでも、ミヤハでもいい！誰でもいい！どこでもいい！早く連れてこい！負傷者はここへ、手当てをする！医療物資はこちらに。しっかりしろ！しっかりしてくれ！頼むからもう、死なないでくれ！何人死んだ？何人殺された？竜。アストレア様。正義とは、何ですか？我々が追い求めていた秩序は、こんなにも容易に悪に屈してしまうのですか？誰も守れない。誰も救えなかった。アーディフィン。リベリア、まだ寝ていろ。ガレスがかばったとはいえ、君の傷も浅くはない。そんなもの知ったことか。それよりも早まるな。まだ早い。早すぎるんだ。緊急事態なのはわかる。だが判断力を曇らせては。市場で目を曇らせているのは君だ、リベリア。この現状を前に手段を選んでいる余裕はない。君も分かっているはずだ。手札を温存できる段階はとっくに過ぎた。今この時だけは
君も母親をやめろ。しかし、あの子、まだ。敵の継続的な襲撃が予測される中、今は少しでも戦力が欲しい。恨むなら、後で僕を死ぬほど恨め。準備はいいか、アイズ。うん。戦う。敵を倒す。